除名天皇は日本の第34代天皇。意味は田村。和風死後は沖永たる飛学天皇。漢風死後の除名天皇は代々の天皇と共に大江の御船によって名付けられたとされる。先代の水戸天皇は在位36年3月7日に崩御した時、軽死を定めていなかった。 ソガエゾは軍神に諮って、その意見が、田村巫女と山城の大慶王に分かれていることを知り、田村巫女を立てて天皇にした。これが、除名天皇である。これには、エゾが県政を振るうための苦靴にしようとしたという説と、他の有力豪族との摩擦を避けるために、ソガ氏の血を引く、山瀬大慶巫女を回避したという説がある。また近年では、 金明天皇の嫡男である、美達天皇の直系と、諸子である、陽明天皇の直系による、皇位継承争いであり、豪族たちも両派に割れたために、エゾはその状況に対応した現実的な判断を、しただけであるとする見方もある。ともあれ、女明天皇の時代、政治の実験は、蘇我エゾにあった。在位中、最初の検討士を送り、党からの公表陣の返し、 を受けた当には、死者の他にも、学問像や学生が渡り、隋の頃に渡った者も,も含め、高婿の原理と僧侶の霊雲、明田、水淵昌安が帰国した。くだらと白木からの施設も訪れた。本朝公院昌雲録や一大容器などでは、49歳で、宝魚と伝えられている。古い資料による確認は、困難なものの、母であるぬかて姫王女が、 女名天皇よりも20年以上長く生きて、天智天皇3年に没していることや、巫女である、天智天皇らの年齢を考えると、ほぼ正確な年齢ではないかと見られている。おっさかの彦人体系巫女の子で、母は、ぬかてびめ王女。日本書紀が記す、以上の巫女,女のほか、一大王旗、帝王変年旗などに布敷き、王女、おっさか西木間王女。 八田王女の名を伝えるが、ところよんどころ不明である。資料は、突起のない限り、日本書紀による。万葉集に、虚性化あり。女名天皇押し坂う治療、ぬかて姫王女押し坂う。女名天皇の御捧ぎは、宮内庁により、奈良県桜井市大技押坂にある押し坂う治療に、事情されている。宮内庁王女の形式は上演下法。遺跡名は、 壇の塚古墳で、下方部は一辺約105メートルを測り、上円部の基礎は、実際には八角形を成す上、八角下方墳とされる。埋葬について、日本初期では、天皇法御翌年の皇玉天皇元年12月13日に、猛を起こし、皇玉天皇元年12月21日に、勝谷岡に葬られた上で、 公玉天皇2年9月6日に、押坂寮に改装されたとする。演劇式書領寮では現在と同じ、押坂内寮の名称で記載され、大和国上上氷の所在で、町域は東西九町、南北六町で三笹と三煙を伏すとした上で、遠領に分類する。加えて、寮内には田村王女、押坂馬鹿、領域内には大友王女押坂内馬鹿。 領域内東南には鏡上王し坂墓が所在するとする。その後、両は所在不明となったが、元禄元無良の際に当時、段の塚と呼ばれていた、本古墳が除名天皇領に決定された。幕末の源氏元年9月には、おさむ漁が開始され、慶応元年11月に竣工した。現在は、両内のぬかて姫王城し坂かか。 近在の大友大城市坂内墓と共に、宮内庁の管理下にある。また、明治天皇陵以降の天皇陵が採用する上演下方の両方は、本古墳がモデルになっている。なお、初装置とされる、勝つ谷岡の所在は明らかでなく、諸説がある。飛鳥時代中頃の古墳のうちでは、近年発見された、小山田古墳が一辺70メートル程度を測る。 巨大豊墳で、石舞台古墳を上回るアスカ時代最大級の規模になることから、上記の勝谷岡に否定する説が挙げられている。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族とともに、除名天皇の霊が祀られている。在位念と西暦との対照表を、ありがとうございます。